次に中島克人君。中島君。立憲民主党の中島克人でございます。雇用保険法等改正案について先週の金曜日の審議、また昨日参考人の質疑も行われました。そして今日も質疑が行われておりますが、その内容を踏まえて私からも質問をさせていただきます。後半はですね、機能性表示食品に関する健康被害について、また4月の7日大臣出演されました NHK 討論、その発言についても質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず今回の雇用保険の適用拡大についてでありますが、雇用のセーフティーネットを広げること、私も我々もこれは評価いたします。昨日の参考人質疑、連合の富高参考人、今回の適用拡大により被保険者となるパートやアルバイトなどの短時間就労者への影響について、また失業手当の受給率に影響があることについて、制度適用拡大後の調査、また新たな被保険者となる方々への十分な周知広報が必要だと強く申し述べられておられました。参考人に確認をいたしますが、今回の適用拡大後のですね、短時間労働者への影響、失業給付の受給率、変動も含め、調査、また新たな被保険者への周知広報、具体的にどのようにされるのか確認をさせてください。山田職業安定局長。お答えいたします。今先生言われたとおり、今般の適用拡大については働き方等の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを拡大する、そういう観点から実施するものであります。労働時間などの就労状況はさまざまな要素により決定されるものなので、適用拡大による影響を今現在予測するというのはなかなか難しいですが、法案が成立した暁には新たに被保険者となる方々に対して失業への備えや育児介護休業給付、教育訓練給付も利用できることなど、雇用保険適用のさまざまなメリットを全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度全適用事業所者に所に送付する各地のお知らせ等を活用して丁寧に周知していくこととしております。また今回の適用拡大はかなり大規模なものになりますので、ということも踏まえて適用拡大後においてその施行状況を適切に把握し、改正の影響については検証してまいりたいと思います。中島克人君。調査方法なんかあんま具体的じゃなかったんですけど、もう時間ないので、確実にやっていただくと、こういうことを大臣にお答えいただきたいのですが、今局長述べられた、もう少し本来は具体的に言ってほしかったですけれど、この調査、また労政審ですね、結果を労政審において、慎重かつ丁寧な議論をし、結果に基づいて必要な検討を行い、また十分な周知広報を確実に行っていくと、今の私のことを繰り返し述べられていただければありがたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。まさに今委員ご指摘のとおりであります。本法律案につきましては、施行後5年後を目途として改正後の状況を勘案して必要があるときあると認めるときには、もう検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けておりますので、この労働政策審議会においてもこうしたご議論をいただき、必要な検討は行ってまいりたいと思います。中島克人君。はい、よろしくお願いいたします。続いてですね、先ほども安倍委員、また堤委員からも質問の中で取り上げられておられましたが、この学生の適用除外について、このアルバイト等で生活を維持している学生等がですね、増加しているにもかかわらず、今回学生が対象除外となっていることについて、昨日参考人質疑でも私お尋ねしたんですが、ここについては賛否というか、慎重なご意見もあったのも事実だと思います。ただですね、総務省の労働力調査によれば、通学の傍ら仕事に就いている人口規模、これ15歳から21歳で141万人、22歳から24歳で40万人という数字が出ています。先ほど言ったように賛否に関しては、それぞれご意見があった
昨日の参考人ですね、あったわけでありますが、共通していたのは、やはりこれ実態ですね。今どのような状況に置かれている、まあ、この数字がすべてかどうか分かりませんけれど、やはりですね、実態を把握して、まあ、調査をしてですね、まあ、そして分析をする、まあ、これはやはり行うべきだろうと、まあ、これは共通した参考人のご意見でございました。まあ、改めてでございますが、学生の雇用保険の適用拡大に向けて、まあ、状況を、まあ、まずはしっかり調査をして、分析をし、まあ、議論を進めて深めていくと、そういう必要があると思いますが、大臣いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。先ほどから申し上げているように、やはりもう雇用保険のというものの本旨は、これはもう労働者が失業したときの失業対策をまず基本として構成されてきた社会保険方式のものでございます。でこれは給付を受ける前提として、積極的な求職活動を行っていただく必要性が入っております。で学生はやはり経済的な不安なく学業に専念していただけることの重要性というのがやはり最も大事ですから、その点についてのその支援策というのを考える必要性は当然あって、これはもう私の所感ではありませんけれども、文部科学省の方で例えば奨学金制度というものを充実させることは近年確実に行ってきていると思います。でこうした対応と別に、今回の雇用保険法の改正というのは別の用途の中で実際にその適用拡大が行われてきているわけでございますので、その趣旨の違いについてのご理解をぜひいただきたいというふうに思います。現状においてはそういうことしか申し上げられませんので。中島勝人君。はい、まあ、そのような趣旨をですね、昨日参考人の中でも述べられている方もおられたのも事実だと思います。しかしね、先週伊坂理事がね、まあ、この学生への適用拡大について山田局長がね、そのような状況にはないと、まあ、一刀両断するような発言を受けてですね、いやそれは、まあ、先の法案は生活困窮者自立支援法であったり、まあ、生活保護世帯、生活困窮者、まあ、そういう世帯から、まあ、学生になっている子どもたちが一体どういう状況になっているのか、またコロナでいろんな状況が変化しているわけですから、そのような状況にはないという言い方はね、これ厚生労働省として私はいかがなものかと、まあ、そういう意味から雇用保険の趣旨は分かります。しかしアルバイトをしながら本当に、まあ、生活、まあ、アルバイトしなければ、まあ、学業に専念できない、本文は確かにそうかもしれませんが、そういう状況に置かれた学生が一体どれだけおるのか、まあ、所感違うかもしれないと。で雇用保険のみならずですね、やはりこういったことは昨日の労政審でもね、この学生への適用拡大はやはりまずは調査、その上で分析をして労政審でも審議していくべきという意見もありました。まあ、ぜひね、そこはしっかりと踏まえていただきたいと思いますが、一言お願いいたします。武見厚生労働大臣。これはもうご指摘の労政審でですね、この5年後見直しということもありますけれども、必要とある場合にはこの労政審の中で実際にご検討いただくということになると思います。中島勝人君。はい、これもよろしくお願いいたします。続いてですね、雇用保険の国庫負担について、今日も国庫負担のあり方について、質問も出ておりますし、昨日も参考人の質疑の中でも取り上げられました。今回の改正案において、育児休業の本則回帰や介護休業給付の国庫負担引き下げ、措置延長などが盛り込まれています。昨日の参考人のご意見においてもですね、そもそも雇用保険、政府が干渉する強制保険制度であって、労使から保険料を徴収し運用していることから、国庫負担と労使の保険料の適切なバランスが最も重要で、そのため雇用保険財源の収入や支出、財源の活用方法については、労使が参画する労政審で、十分議論して決定すべきという参考人のご意見。で、私はですね、まあ、国庫負担のあり方、まあ、労政審を踏まえて、今後またより議論を深めていくべきだと思いますが、
まあ、昨日あの足立議員も、まあ、非常時の場合これどういうふうに、まあ、新たな制度を設けるのか、まあ、様々なことも検討するべきというご意見もあったと思います。で、私1月1日能登半島地震ですね、まあ、発災をしました。こういう予測できない地震などの災害時の雇用の維持安定のためにどのようにまあ財源を確保するか、これはコロナ時もそうだったと思いますが、まあ、こういう議論はね、やはり老精神もですけれど、やっぱり考えていかなきゃいけない、国として。で、改めて地震や感染症拡大など国を挙げて対策が必要な事項においてですね、雇用保険を活用する際には、まあ、我々は国庫からの繰り入れを行うべきではないか、これを迅速にするべきではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。武見厚生労働大臣。今回の能登半島地震の際にはですね、この被災地域の労働者に対して、速やかにこれら の、 その雇用保険制度における特例措置の適用をしたところであります。で、この再現それから、これら の、 その新型コロナウイルスの感染症の時にもですね、同様に雇用に与える影響が大規模かつ広範囲にわたるような緊急事態への対応にあたっても事案の特殊性に応じて、機動的かつ効果的に対応するべきものとしてその対応させていただきました。で、問題はこの新型コロナ禍でもですね、この国民に感染防止対策の徹底を要請する中で過去に例のない大幅な雇用調整助成金の拡充などを行う一方で、それを可能にするためにはやはり労政審、この労働政策審議会でご議論をいただいた上でこうした財政上の特別措置を講じたという経緯がございまして、この労政審の果たす役割というのはこうした時にも極めて重要な役割を果たしていただいているということが一つの答えではないかと思います。中島克人君。いや、もちろん労政審での議論、まあ、大事ですから、まあ、労政審の議論を踏まえてですね、これ国庫負担、まあ、一般会計から、まあ、確保していくということを議論して迅速に対応するべきだということを私は述べておりますが、それでよろしいですか。武見厚生労働大臣。労働者の雇用の安定や能力の向上を図るという雇用保険制度に求められる役割を踏まえて、この労働政策審議会において公労使というものによってこの丁寧にこうしたご議論はされていき、そして決定されるべきものだというふうに考えておりまして、これは緊急時であっても平時であっても同様だと思います。中島克人君。まあ、災害時の一般会計からの繰り入れ規定というのはありますよね。 あるんですけれど、これね、本当タイムリーさに欠けるんですよ。タイムリーさに欠ける、まあ、そういう意味でね、まあ、今もおっしゃった国を挙げて支援が必要な状況、この対策についてはまあ、雇用保険財源を活用する際にはですね、決算をの結果を待たずに労政審の判断で繰り入れができるように可能とすることを私は言っておりますので、また同じ答えになってしまうと思いますから、ぜひそこもお願いをしたいと思います。で、ちょっと5番目の質問は指摘だけにさせていただきたいと思いますけれど、リスキリングで我についてですね、教育支援、リスキリング、私も、まあ、決して悪いことではないし、まあ、むしろ学び直し必要なことだと思います。まあ、ただ本質は希望する誰もが主体的に能力向上を図ることができる、まあ、こういう社会にするということということはですよ、これ、まあ、昨日も足立理事もおっしゃってましたが、まあ、そもそも教育が無償化され、まあ、奨学金制度が拡充され、そして働き方改革、これがちゃんとできていれば、わざわざこのリスキリングにね、まあ、5年間で1兆円以上のそういうことをしなくても、まあ、そもそも我が国が目指すべきビジョンは教育無償化、誰もが学びやすい、まあ、経済的能力にかかわらず、
一方で働き方改革でそれを余暇に使うか学び直しに使うか個人の選択、まあ、こういう社会を目指すということで一言よろしいでしょうか。武見厚生労働大臣。やはり厚生労働大臣という立場でありますと、やはりこうしたら労働者が安心して働けるその職場の環境の整備というのがやはり最も大きな優先課題ということになってまいりますから、そのためにはこうした雇用保険制度というものを充実させていくということがその第一の課題として私は常に取り組んできたところであります。したがってそうした観点でのご議論をさせていただきたいと思います。中島克人君。はい、次の質問に入ります。紅麹を含む成分サプリメント健康被害ちょっと後ろに行かさせていただいて、4月7日 NHK 日曜討論武見大臣ご出演をされました。タイトルは今考えるどうする日本の医療ということで、日本医師会名誉会長であられます横倉先生はじめ、5人での意見交換というか番組でございましたが、私びっくりしました。目を見開いて耳を澄まして、その後 NHK プラスでも別に NHK の CM してるわけではないですが、いやーこれはすごい発言をされたと。これいい悪いはもちろん議論はあると思います。ぜひね厚生労働委員の皆さんにあの番組見てもらいたい。見ましたね。この中でいろいろ論点あったんですが、特にですね、この医師偏在、診療科偏在、病院診療所偏在ですね、医師偏在に関しては、まあ、これまで地域枠とかいろいろやってきたけれど、地域の中での医師の割り当てをこれ本気で考えなきゃならない時代に入っている。これ武見大臣のご発言ですよね。そして規制によって医師を管理していくということをやらなければならない段階に入っていると。これは厚生労働大臣としての明確なお考えということで、その真意も含めて確認をさせていただきたい。武見厚生労働大臣。この医師の偏在というものについては、これはもう本当に深刻な課題になってきているというまず基本認識がございます。でしたがってその国の方でも今まで医師の養成過程における地域枠設定したりですね、それから医師の偏在指標を踏まえて都道府県において医師確保計画を策定をして目標医師数の設定、医師の派遣、キャリア形成支援などを行って、国としてもこうした医師偏在対策を行い、財政支援も行ってまいりました。で一方でこの医療介護のこの複合的ニーズを抱える85歳以上人口の増大であるとか、それから現役世代の減少を踏まえて医療需要の変化に対応できるように中長期的課題を整理して検討を行う必要性がものすごく今浮上してきているということを、私は非常にもう切羽詰まった状況に入ってきてますよという表現で行ったわけです。で、待ったなしで、でこうした状況を踏まえてですね、この前例にとらわれない対策検討を行うべきだというまず問題意識を持っておりまして、これは規制という方法だけでなく、さまざまな方法を考えるべきだと思います。そのインセンティブの与え方もそうでありますし、それからオンライン診療というのをもっと活用する仕組みを作らなきゃいけませんし、そしてまたこうした地域医療の中でのかかりつけ医およびかかりつけ医機能というものについても、この中でしっかりと整理をしていく必要性があると思ってるんです。でしたがってですね、実際この10年間ぐらい見ますと医師数がなんと4万5000人ぐらい医師数増やしていて、実際に医師の数っていうのはその今34万人になってるんですよ。で1年で卒業生が9400、2、300人ぐらい
今いるわけです。しかしそれでもこの地域偏在あるいはさらには診療科に関わる偏在がまだまだ十分に時代に即した形で改善されてきていないと。でこれを私は非常に深刻に受け止めていて、この問題を解決するためにはやはり思い切った手立てがこれからは必要になるということで、実際にこの地域における医師数の割り当てといったようなことも一つの検討課題になってきたということをあの場で申し上げたという経緯であります。中島克人君。いやもっと番組ではですね強い口調で明確にお話をされてましたよ。今みたいにいや今後の医師偏在、まあ、診療科偏在も大臣が今私これは私はね大臣こういう議論も厚生労働委員会でしっかりやらなきゃいかんと私は思っているんです。まあ、だからこそねもっとあの番組の時のように、まあ、自由闊達で考え方で、で大臣がね地域の中での医師の割り当てを本気で考えなきゃいけないと、これ日本の厚生労働大臣がいや相当踏み込まれた発言だと。でこれはね何を意味するかというか、まあ、自由開業制をもう制限するということに行き着くわけですから、大臣の頭の中にはその選択肢が明確にあるということが、私はもうあの番組9時から見ていてね4回見ましたよ。もう5回見ました。30分ぐらいから佳境に入ってくるんですけど、これねぜひ厚生労働委員会の田村元大臣も含めてですねしっかりこれ見ていただきたいんですね。だからこれ大臣が踏み込まれたことは私いつも言っている私のライフワークテーマかかりつけで最後におっしゃってましたよね、イギリスの GP には反対だと。私たちもそうなんですよ。何か誤解されてますけど、私たちが先日ねお示しした内容だって、かかりつけ機能を発揮する制度整備なんてすっからぺんじゃないですか。空っぽですよ、空っぽ。でも待ったなしって言ってるわけですよね。私たちはフリーアクセスを維持しながら、事前登録って言うからなんか GP と間違えられちゃうんですけど、そうじゃなくて対外的に第三者から見て患者さんと医師がしっかりつながっている、こういう役割をね、だからイギリスというよりはオランダとかドイツ、そちらをイメージしたものを我々はかかりつけ医の制度化として出しているんです。そして医療 DX 熱く語っておられましたよね。この医療 DX を活用していくためには間違いなくかかりつけ医この存在が必要なんです。だってデータを取ったり自らの健康増進、今回の機能性表示食品もそうかもしれませんが、あんなんね消費者庁管理なんかできませんよ。できないんですよ。だそのことが本質的課題であって、これね大臣のもう時間になっちゃったんでちょっと私も熱くなっちゃいましたけどもう終わりますけれど、あの日曜討論での議論をねぜひ厚生労働委員会で本気でさせていただきたい、そのことをお願いを申し上げて質問を終わります。